後ろの様子を見ている。もう一回来た8番の佐藤誠治、残り600の鐘、5番の新井が合わせて踏んでいく。1番の鈴木健二が2番手、その横まで8番の佐藤誠治が並んでくる。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残り1周。8番の佐藤誠治が5番の新井に並んできた。5番の新井も懸命に踏む。5番の新井が8番の佐藤誠治を出させない。2番手は1番の鈴木健二、3番手には7番の松田が続いて、その後ろから3番の佐藤のまくり。3番佐藤が一気にまくる。さあ3番佐藤が前段を捕まえていった。後ろ1番鈴木健二が追っていくが、3番の佐藤弘樹だ。4コーナーが直線、3番佐藤弘樹が後ろを離していった。佐藤弘樹だ、ゴールイン。2着1番鈴木健二。